英検2級のまあ文章です。とりあえずまあ読んだ後に10秒取りますので、読めるかどうかトライしてください。 One difficulty is that these parrots lose many babies. An important reason for this is that their eggs are often eaten by other birds. To prevent this, macaw eggs are sometimes removed from their nest by scientists and replaced with chicken eggs.まあ、多分10秒足らないと思うんで、その場合は、まあ、動画止めてトライしてください。いきます。 はい、次いきます。まあ、先ほどの文章から、まあ、若干ですね、修飾部分とかを消してみましたので、次はまあこれで読めるかどうかトライしてみてください。一応まあ10秒後に解説します。はい。まあ、一応読みますね。One difficulty is that parrots lose babies. An important reason is that their eggs are eaten by birds. To prevent this, macaw eggs are removed by scientists. まあ、若干スッキリしたんじゃないかなと思いますね。まあ、one difficulty、まあ、一つの困難は is that 以下であると。何かっていうと、困難は parrots が、まあ、鳥の種類ですね。パロットが失います。ベイビー、赤ちゃんを、まあ、失いますと。で、important reason、この、まあ、重要な理由は that 以下です。 is that、何かというと、their egg、 このパロットのエッグっていうのは、卵は are eaten、まあ、食べられますよと。 by birds、 まあ、鳥によって食べられると。で、to prevent this、prevent は防ぐですね。This、 これを防ぐために、macaw eggs、 これは混合インコですね。混合インコらしいです。混合インコの卵は are removed。 remove は取り除く。ここで受け身になっているので、取り除かれるですね。取り除かれる、誰に by scientist、 科学者たちによって、まあ、取り除かれるみたいな、ね、意味になります。で、まあ、単語とか表現とか見ていきましょう。まあ、one difficulty is that で、まあ、一つの、まあ、difficulty、困難ですね。難しいこと。difficulty is that。まあ、一つの困難は that 以下だ。みたいな、まあ、意味ですね。まあ、例えば、まあ、例として、one difficulty is that I cannot speak English。まあ、一つの、まあ、困難というか問題点は、私が英語を喋れないことであると。とか、そんな感じですね。で、parrot、まあ、鳥の種類ですね。parrots、複数形。ここも表現ですね。An important reason for this is that、まあ、important、 大切な reason ですね。大切な理由 for this、まあ、何かあって、何か事象があって、この for this、 この事象のための理由っていうのは、まあ、that 以下ですよっていうような意味ですね。まあ、例えば important reason for this is that、まあ、today is Christmas、まあ、何かありましたと。まあ、何か事象がありましたと。で、まあ、これをした大切な理由っていうのが、まあ、今日はクリスマスだったから、まあ、何かをした。これをしたんですよ。みたいな、まあ、意味になりますね。これを。prevent で、まあ、何とか防ぐですね。防ぐっていう意味があるので、to prevent ですね。まあ、これを防ぐために、remove、何とかを取り除くっていう意味ですね。本文では、まあ、受け身で、removed、取り除かれるっていう意味で使われてました。とは、replace A with B ですね。これもよく使う表現で、まあ、A を B と取り替えるっていう意味で、B が残ります。はい、B が残ります。例えば、I replace macaw eggs with chicken eggs だと、まあ、A を B と取り替えるので、macaw eggs、混合インコをの卵をチキンエッグと取り替えるので、チキンエッグズが、まあ、残りますね。まあ、本文でちょっと、まあ、受け身になってたのでちょっと形が違うんですけど、 macaw eggs are replaced with chicken eggs、 まあ、誰かによって、まあ、誰かによって macaw eggs は、まあ、replaced、まあ、取り替えられましたよ
何と with チキンエッグと取り替えられましたよ。まあ、by done とか、本文ではまあ、by って書いてたかな。まあ、サイエンスですか。サイエンスって書いてたかな。まあ、こんな形ですね。になっています。基本はまあ、主語があったら replace なんとか a with b って形になってますね。今回は、このマカオエッグの方がまあ、前に出て受け身になっていますよ、ということです。はい。まあ、ここの文章です。まあ、若干ちょっとややこしいかなと思ったので、色付けしてみました。まあ、これを防ぐためにっていうまあ意味があって、マカオエッグザ・サムタイムズっていう、まあ、ここが共通で、後ろに、まあ、この removed for their nest by science institute っていうのと、replaced with the chicken eggs っていうのが、まあ、二分が、まあ、and で繋がってますよっていう、ような文章ですね。まず一つは、まあ、バラバラに見ていくと、Macaw eggs are sometimes removed from their nest by scientists と。Macaw egg は、are, まあ、時々、これ受け身ですね。are removed。まあ、取り除かれますよと。誰から from their nest 彼らの巣から取り除かれますよ。by scientists。科学者によって、Macaw egg は取り除かれますよと。で、二つ目の文章が、まあ、and で繋がってて、だ、ま、主語が一緒で、macaw eggs are sometimes, これも受け身ですね。replaced with chicken eggs。まあ、交換されますよと、何と with chicken eggs と交換されますよっていうことですね。だから、まあ、取り除かれて、さらに交換されますよっていう、まあ、文章ですね。まあ、ちょっと色付けしてみたんですけど、このまあ赤のところ SV 主語述語がまあ共通で、それぞれまあ removed for their nest by scientist っていう文章と replaced with chicken eggs でまあ and でまあつながってますよみたいな感じですかね。はい。で、それを踏まえた上で、まあ、全部見ていくと、まあ、one difficulty は、一つの困難は、is that, まあ、that 以下であれ、あると。these parrots, まあ、これらの parrots は、lose many babies, lose, 失うですね。多くの、まあ、赤ちゃんを失いますと。で、an important reason, まあ、重要な理由、for this.これの重要な理由、これっていうのはこのパロッツが多くの赤ちゃんを失うってことですね。この重要な理由は is that 以下ですと。that 以下で their eggs 彼らの卵は are often まあよく eaten これ eat の過去分詞ですね。eat, ate, eaten まあ食べられますと。by 誰々によって other birds まあ他の鳥たちによって食べられますよと。で、to prevent this, これを防ぐために、macaw eggs are sometimes, 時々、これ受け身ですね、are removed, 取り除かれます。どこから ?from their nest, 彼らの巣から取り除かれます。誰によって ?by scientist によって取り除かれます。そして、彼らの卵は、macaw eggs の卵は are replaced, 取り替えられます。何と ?with? チキンエッグと取り替えられますよっていうような意味になります。